これ、船木から土井の方に向かっている道、11号線。どうです。地元から走るときは気分のいい道ですね、ここ。上りで、まっすぐで。いいですよね。でね、ここはちょっとした弓道ポイントが、本当にちょっとした弓道ポイントなんだけど、があるんですよ。それがね、好きなんですよ。それだけなんですけどね。なんだろう、ああいうのって、なんだろう、ちょっとした隠しフィーチャーみたいに残すんですよね。ああいうの好きですね。わざわざ壊すのも理由がないしね。かといって残してても手入れしないからいい感じにさびれていくんですよね。あれが好きなんですよ。なんかちょっとした向こう側って感じじゃないですか。そうそうそう、なんでもその弓道もそうだし、閉鎖されたトンネルの入り口とか、トンネルの上側とかさ、ああいうちょっと謎の脇道とか好きなのは、ちょっとした向こう側感ですよね。それが好きなんですよ。で、どの辺だっけ、もうちょっと上だっけ、もうちょっと上だな。あと11月入ったんですけど、紅葉はまだちょっと先だな。紅葉がさ、もうなんかもう全開のところ走りたいですよね。もう願わくば、あわやくば、日光行きたい。日光行って紅葉見ながら湯葉食べたい。湯葉今ね、ちょっと噛んだのは唇が乾いちゃって。やってるよ。このちょっとした岩場の切り込みのこっちですよ。これがね、ちょっとしたなんかやってるね。あんまいじらないでね、この状態がいいんだから。うわー、登ってる最中に止まると死にそうになるね。なんだ、何やってんだ。あ、木々をなんかやってんだね。木々をなんかやってんだねって。なんかやってんだよ。守るために。残すための努力だよ、きっと。ありがたいですね。ああいうね、ああいうの好きです。あなたも好きでしょ。実は好きでしょ。なんだろう、こういうのが。だから今夜やってきたんだ。ダメだ、滑った、これダメだ。これそろそろ左行きたいね。左走りたいね。右側つかないんですよ、いくら専用道があっても。見られてんのも顔。あいつなんかカメラ構えてブツブツ喋ってるよ。口が、あいつやばいよ。やばいことに変わりはねえけどね。いや、俺はやばいやつだぜ。何度でも犯罪を犯すぜ。しかも性犯罪な。
降りないんだぜ。トトロとか出てきそうだね。あ、明日あの高速道路取ってまた出張行かなきゃダメだ。まあ、出張嫌いじゃないけどね。月曜の、まあ今日、今週は月曜休みだから火曜が移動日だけど、週頭の、あの、出張移動の間、車の中で、まあ割と寝てんですよね。だから、週頭の仕事始めに結構まったりできるのは割といいかもしれない。だから、週頭の売れ行きっていうのはあんまりないですね。うん。というかさ、左来てんの行けよって感じだよな。お前行く気ねえだろって感じで。今めちゃめちゃチャンスだらけだったのによ。この景色が行けないんだ。先生が行けないんだ。先生がこんな、みたいな、最低な男だよね、それが。喋ることがなくなったんで、ちょっとラストスーパー行っちゃいますよ。スーパーこの先下りなんだけどね、ガタガタなんでね、ちょっとカメラ無理だよ。うん、カメラ壊れちゃうね。壊れちゃうから、けどもうすごい、そこ頂上。なんてことないね、これね。ひひいながら登ってるけど、本当になんてことないんですよ。そんな登った気しないんだけどね、ここ、登り切った後さ、結構下り続くの。うん。ガンガン下るんで、どこまでも下ってて、怖くなっちゃう。余計に下ってんじゃないか、うんうん、最後頂上の最後とこだけちょっと思い出したみたいに急勾配になるのこれね。しかも急カーブで、はあ、この感じがいいよね。見えないじゃん先が、ね、でこれをほらこれ左にぐいっと曲がったら下りなんですけど、いきなり海が見えるんですよ。 そんな全開じゃないけど、遠巻きにね、三島川の山まで見渡せる感じがね、いいんだけど、多分今日は曇りなんでいまいちだと思う。ちょっと待ってね、段切り替えからね。登り切ったよ。こんな感じですね。地元でこんなのまったり撮るの珍しいね。何の映像に何の花もないよ。うん。このために走ってんだよな、自転車な。好きだからなんだって話だけど、よくないですかここ。こんな全然ピント取られてない気がするけど、よくなくない？下りなんですよこれ。すごい高台に家があってさ、
水、これ海沿い、分かりにくいんですけど、あ、高い位置で取れよかったじゃん。その、500メートルぐらい先がもう海なんですよ。海沿いなんです、ここ。うん。だから空気が違うんですよ。この雰囲気がいいですよね。四国はね、四国走ろうっていう人はね、あの、輪郭地で四国に来てあるんですよ。で、だって、海沿いのコースも、こうやって、あの、走ってほしいですね。全然わかんねえ。ほんと気持ちいいんですよ。四国打つため、姫、かかも、まあ、一部しか死ぬないから。だけど、うん。だから、四国にいるからって四国、そんなの知ってるわけではないんだけど、だいぶ、走りましたね。車で一周したんですけど、あの自転車は松山から今治、あ、松山からぐいーっと来て高松まで、いやー違う、高松からその先の徳島まで制覇したよ。お、ということは半分制覇したね。うん、まあね、あの一気に一人走ったわけではないんだけど、あの仕事があって全部トータルで制圧した感じで、何言ってんだ、全然言葉わかんないな。あの今まででトータルで制覇した感じです。うん、なんでそんなことができるかというと、沿線を走ってるからです。 JR の沿線リターンができるんですよ。輪行、あ、輪行という技術がある人は、あの、リタイアができるっていう安心感に守られてるんで、あの、リラックスして走るんですよね。なんか、乗ってる、レダーノース。これメタスキーです。スキルメタル。すごい、僕いっぱい自転車がある。フェラーリは35,000、フェダーマウスのフェラーリーバーみたいな、逆だろそれ言うならって感じだけど、まあいいじゃない。今度このブレーキキャリパーをね、取り替えます。シマノのやつに、これデフォのやつをなんとかね調整する技を磨いて、暗闇でも、あ、どこだ、暗闇でも調整できるようなあのスキル磨いたんですけど、だいぶもうちょっと歪みが出てきたみたいで、ちょっとね調整するの疲れちゃったんで、あのシャカシャカいけるやつ、このこいつとシマノのこいつと、ね、あの相性のいいやつをシマノのパーツでキャリパーディスクごと交換しますね。来週か再来週ぐらいには来るかな。シマノの納品はちょっとね時間がかかるらしいんで、でその時もまたあの篠さんのお世話になろうかなと今僕に注意してます。で、ここ最近10月のね13日にあの徳島に、鳴門徳島走って以外あまり遠方走ってないんですよね。地元をちょこちょこ走ってて、動画のネタとしてはねあんまりないんですよ。東京で撮ってきたやつにね、あのいっぱいあるんだけど、本当にお得な動画でね、あの YouTube に上げる意義っていうのも、ただお得な動画で、ね、作品だけじゃないけどさ、誰かに発信する意味が見つけられない動画なんで、ちょっと上げてないんですよ。要所要所面白いネタがあったら上げたいけど、まずね。それもなくても少ないから私の動画見てる人。だから、もうちょっと見れてない映像撮らないかなと。思ってますね。思っててこれかよ。いつも以上に良くないじゃんって感じなんですけどね。
各どこで面白いトークするわけじゃないんだけど、何だろう、とりあえずその、まあ、今走ってますよ報告みたいな感じですけど、その報告も何だって感じなんだけど、何だろう、ヨーロッパの映像、ヨーロッパの映像って想像ないよ。せいぜいあの阿波踊りのお姉さんが鬼足が色っぽかったぐらいでね。ああでも阿波踊りはねやっぱりダメ、青春のあのしなやかなのも良かったけど、男性陣のダイナミックな踊りも相当見せられましたね。かっこいいわ、かっこいいんだよあれ。あのカメラすごい下手なのに、ね、私被写体がすごくレベルが高いんで、被写体が頑張ってくれるんで、あの結構いい映像を撮れてたような気がするんですよ。うわあれ 最高の、あの演出、あれだよ、撮られる側が頑張った最高の作品ですよね。飛行機もちゃんとリータミングで飛んだし最悪だったね。ちょっとワンちゃん、あ、動物か、動物動画いっぱい撮ればいいんだよな。竹の宮公園か、サギ撮りに。あ、昔撮ったけどハイビジョンで撮り直そうかね。ウサギ映像だったらね、いいね。子供がうるさいんで、なるべく子供のね、開け方とか怪しいよね。いい年したわ、つがさ開け方にウサギ広場に来てじーっとウサギ見てんだよ。時々涙流して少し泣いてたりとかさ、もうやばいよね、関わりたくないよね。まあそんな感じでちょっと動物動画を心がけてみたいんだけど、あのうわうわ相変わらずさ食うことしか頭ないし、あの何も覚えてこないしさ、ブチブチ出てこないし、身近に動物いないんだよ。だから最近ね、Twitter でも YouTube でも情報を発信する方じゃなくて収集する方になってるね。今はそのインプットする時期なのかなってずっと思って、1年以上が経ってるような気もするんだけどさ、何か発信したってこの空発信なんだよ。なんこんな自分語りで、可愛い動物女の子はいないからさ、女の子は女の子は頑張ってくださいよ。女の子でこれね、あのナルト走ってた時に、あの実は言ってて、動画用の映像で、でしかもぼつったんで、あれ全然あれなんだけど、こういうさ映画とか走りながらトークするブログって面白いと思うんですよ。だから女の子はやってほしいんですよね。やろうがやってもさ、全然色っぽくないし面白くないし花がないんですよ。だからあの路上触れる景色もありの、女の子のやっぱ女の子の可愛い声でやってほしいんですよね。癒しになるし、で坂道とか行くとやろうな、ぜいぜい母の聞いててもさ気持ち悪いだけなんだけど、そこ女の子になった途端に話が変わるわけでしょまるで ASMR ですよ。もう音フェチあの愛好家の人にも受けるかもしれないんだけどね。まあこの横走る車の爆音で剣その剣も全然なくなる気もするんだけどさ、あの新しいと思うわけだ。やってほしいな。そういう声が可愛いでガッチなる女の子いないですかね、自転車好きで面白いと思うんだろうな。夜がやっても全然来ないけど、いやさ夜道すぐポンテポンテがまた男臭いんだよな、これハードオフとか。ハードオフって何見てんのか、楽器とフィギュア、たまにヘッドホンだよ。景色見ながらロリコンとか食中トークしてるわけだろそれダメだ、それはあかんやつだよ。ドッペルゲンガーはね、その
足がかりいいと思うんだよね。あ、こんな楽しい自転車あるなっていうのはいっぱい知ってほしいんだけどね。男性陣もそうだし、女性陣にも知ってほしい。あ、ファッションバイクこんなに安い値段でこんなに手軽に買っちゃって、しかもこんな楽しいんだっていうのはやっぱ発信していこうと思うわけですよ。これだからね、今日はめちゃ好きになってるけど、あのカリカリアルミフレームのあのミニベロ小型のやつも、あるんで折りたたんでヒュッと持ち上げて、女の子のカルカル銀行できる、そういうのあるんですよ。しかも可愛いっていうの、こういうのやっぱいっぱい乗って、でこういうガンタイプのザクディタイプのビデオカメラをこう持って、まあこうガチッとセットしてもいいし、でビデオブログを出してほしいな。楽しいよ。俺なんかもうほんと全然観覧者いないんだよ。見てくれる人なんか本当にごく一部の方見てくれてるだけで満足度はあるけど、さあの話すけど本当少ないんで、うわっくそその意思をね、意思を受け継いでほしいって言ったら身勝手だな。なんかそんなの同調してくれる、共鳴してくれる人は見てくれたら嬉しいなと思うわけですな。それが伝わる動画になってるのかって言ったらさ、なってないと思うんだけど、まあちょっとこれはね、俺のうまく話せない病、話せないコンプレックスを克服する意味の2割ほど含まれてるんでね、本当の大きな意義はまた別にあるけど、ちょっと意義があるんでね、続けてますね。ほらこのエコタウンのハードオフに4人地しようとしてる俺がいる、男臭い寄り道コースですよ。こういうコースと一風変わったあのテイストの配信者が、出てくれることを願って、私はハードオフの中に入ります。お疲れ様でした。